はい、どうも、シャツキです。本日も、あつ森をやっていきたいと思います。で、あつ森をやっていきたいわけなんですけど、皆さんどうお過ごしでしょうか？今日ね、動画撮ってるのは2月21日になるんですけど、めちゃくちゃ暑いんですよ。今ね、部屋の温度が、どれぐらいだろう？うわ、28.5 度、暑すぎるわ。そりゃ暑いわな。まあ、パソコンをずっとつけっぱっていうのもあるんだけどさ、デスクトップパソコンを。それにしても 28.5 は暑すぎるでしょ。今ね、半袖半ズボンで動画を撮っております。まだね、2月なのにこんなに暑いってどういうことや。ね、今年のね、夏はめちゃくちゃ暑くなるらしいんで、今からすでに怖いですよ。そういったところで今日も動画撮っていきたいわけなんですけど、2月25日に無料アップデートが入りますね。まあ、一応、3月アップデートって形になっているのかな。まあ、3月アップデートって形になっていると思います。で、その内容っていうのが、マリオコラボになりますね。まあ、逆に言うと、マリオコラボ以外はございません。残念ながらね。ただまあ、マリオコラボ非常にね、ボリュームが多いので、個人的にはすごく嬉しいですね。なので今日はちょっとマリオコラボ関連の話をちょこっとしていければなと思います。まずですね、マリオコラボ家具なんですが、全部で33種類ございます。めちゃくちゃ多いよね、33種類って。どういうことやねんっていうね。はい、ということで話をしていきたいわけなんですけど、まずですね、マリオコラボ家具なんですけど、全部でなんと33種類ございます。めちゃくちゃ多くないか、33種類って。タヌキショッピングで発注しようと思ったら、1日あたり5つしか発注することができないから、リアタイ勢の方であれば、丸々1週間かかるってことか、コンプリートまでに。やばくないか。かかりすぎやろっていう。で、発注自体はですね、3月1日からおそらく可能になるんじゃないかなと思っています。一応ね、無料アップデート自体は25日に入るみたいなんですが、ただ発注はね、まあ、3月1日じゃないかな。まあ、季節家具に関しては、タイムトラベルをしてもゲットすることができないから、リアルタイムで、まあ、その日にならないとゲットできないので、おそらく3月1日にならないと多分難しいと思いますね。で、あとは今回のマリオコラボ家具なんですけど、ものすごい数が登場します。ただやっぱりね、目玉っていうのが土管かなと個人的に思っていて、で、この土管っていうアイテムがかなりね、画期的なアイテムになってるわけなんですよね。で、これがなんでかっていうと、まずね、土管と土管でワープすることができるんですよ。で、この機能っていうのが、今まで登場してきたあつ森の家具、ないしは歴代の動物森の家具で、こういった機能を搭載しているものがなかったわけなんですよ。なので、そういったところでかなりね、画期的かつ革新的だなと思いました。ね、いろいろな使い方ができるからさ、すごく面白いと思いますよ。例えば、家と外を行き来することもできるわけだから、そういった意味だとすごくね、面白いですよね。あとは場合によったら時短にもなるしさ、あとは家と他の拠点を結ぶこともできるし、相当汎用性は高いんじゃないかなと思っています。で、ここで一つ気になってくるのが、まあ、一応ね、公式サイトの方には、自分の家と外を行き来することができますよっていう文章が実は記載されているわけなんですよ。ただね、住民に土管を上げた場合はどうなるのか、ちょっとそこ気になりますよね。土管を上げたらそもそも飾ってくれるのかっていうところ、受け取ってくれるのかっていうところも気になるし、もし土管を上げて飾ってくれたら、その土管に入ったらワープすることができるのか、そこもめっちゃ気になるよね。まあ普通に考えたらできないとは思うんだけど、そこもね、非常に気になるので、もし土管が登場したら、そういった動画も投稿しようと思っています。なので、もしよろしければ、まだチャンネル登録を済みでない方がいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録もよろしくお願いいたします。で、土管の可能性としましては、まあ先ほど申し上げました通り、家と外を行き来することもできるわけよ。あとはそれプラス島の分断とかもできるんじゃないかなと思っていて、例えば完全に島をマップの上下で分けてしまったとしても、土管で行き来することもできるから、作れる範囲は狭くなってしまうかもしれませんが、違うジャンルの島を擬似的に2つ作ることもできるってことなんですよね。そう思うとかなりすごいなと思いました。で、あとはね、今回土管の可能性なんですけど、巨大迷路であったりとか、あとは株取引かな、通信を用いた、そういったところと相性もすごくいいなと思いました。そう思うとかなりね、使える幅が広いですよね。さらに、映像では3人いる時に土管を使用してますよね。まあ、詳しくは、任天堂のチャンネルがあると思うので、そちらの映像を確認していただきたいんですけど、3人いる状態で土管を主人公が使ってるわけなんですよね。その映像から察するに、おそらく通信中でも土管は使えるんじゃないかなと思っています。まあ、もしかすると、
紹介映像だからできてるだけかもしれないけど、現時点では通信中も土管が使える可能性は極めて高いんじゃないかなと思っていますね。なので鬼ごっことかしても通信中土管使えるんだったら面白いんじゃないかなと思いますね。あとは逃走中とかね。だからね、本当に様々な遊び方ができるんですよ。いやー、だからね、土管はかなり楽しみですね。ちなみに土管の値段なんですけど、確か5000ベルだっけ？結構安いんですよね。ぶっちゃけね、5万ベルクラスの価値はあるんじゃないかなと思っているんですが、5000ベルということで、結構買いやすい値段ではありますね。とりあえず土管に関してはそんな感じかな。で、あとはね、今回マリオコラボ家具がたくさん登場するわけなんですけど、ここで一つ問題が発生するんじゃないかなと思っていて、でそれが何なのかというと、収納ボックス少なすぎ問題ですね。いやマジでさ、収納ボックス少なすぎじゃないか。こないだはカーニバルもあったし、あとはタヌキショッピングで季節家具が大量に追加されたわけじゃないですか。でそれがね、マジで毎月のように来るわけだから、どん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 家具が増えてくるわけよ。で今回さ、マリオコラボ家具が全33種類でしょ。でそれプラスひな祭りであったりとか、パイデーであったりとか、あとはなんだ、なんかよくわからない、なんかイベントも追加されてるじゃん。でそこでまたさらに家具が増えてしまうわけじゃないですか。そう考えるともうとんでもないよね。現時点でも収納ボックスがかなり逼迫してるのに、このままだと非常にまずいんじゃないかなと思ってます。なのでね、まあ、家具をね、任天堂さん追加してくれるのはめちゃくちゃ嬉しいんだけど、収納ボックスの拡張もぜひね、よろしくお願いします。確かに、年末か年始のアップデートで、収納ボックスが拡張されたんですよ。ただね、そこまで拡張されてないからさ、根本的な解決になってないんですよね。もともと少なかった収納ボックスが若干増えただけだからさ、もうちょっとね、ドバッと増やしてくれたらいいのにね。なんで増やしてくれないんだろうと思うんだけど、ぜひね、ちょっとそこのところご検討していただければありがたいですね。まあサブキャラを使えって話かもしれないけど、サブキャラを使うとそれはそれでめんどくさいしね。あとはサブキャラを使うことによってどっちの収納ボックスにしまったかわからなくなっちゃうからさ、ゲームのスピードがね、落ちちゃうんですよね。なのでね、収納ボックスってそう思うとすごく重要な問題だなと思いました。特に島整備とかを頻繁にやる方であれば、かなりね、悩みを抱えてるんじゃないかなと思います。マジでそんな感じじゃない？うん。そしてね、今作、家具がね、アップデートであまりにも追加されすぎて、全部で何種類あるか僕もね、把握できてないんですけど、攻略本にも載ってないしさ。多分服を合わせると、全部で5000種類ぐらいになるんじゃないかな。そう思うとかなりの数ありますよね。5000種類ってやばいよね。確か問い物の時が約3500種類ぐらいだっけ？確かそれぐらいあったかと思います。問い物の時より確実に今多くなってますからね。ただ服も合わせると5000種類ぐらいだから、家具のみだと3000から4000種類ぐらいになるのかな。ちなみに空張りを含むと書かさせていただいているんですが、空張り含めて多分3000から4000ぐらいじゃないかなと思っています。ただ毎月のように大量に追加されていくからわからないけどね、どんぐらい増えたんだろう。ただアップデートで空張りも含めたら多分1500種類ぐらい増えてますよね。そう思うとあつ森すごいな。アップデートによってマジで別ゲーになってんだけど別ゲーになりすぎでしょ。ただ施設に関しては一向に増えないっていうね、この悲しさよ。そうなんだよな、施設に関しては増えないし、あとはね、たぬき商店がいつまで経ってもたぬきデパートにならないし、ちょっとそこはね、残念なところなんですが、まあ仕方ないっちゃ、まあ仕方ないのかな。はい、ということで今日もね、あつ森をやっていきたいわけなんですけど、今ね、島大改造計画をしているところなんですよ。で、どう改造していくかというところなんですけど、ちょっとね、森っぽい島を作ろうかなと思っていて、もうちょっとね、木とか低木を今増やそうと思っているわけなんですよ。確かに現時点でも木が結構あるんですけど、ちょっとね、こういった家具とかを撤去して自然あふれる島を作りたいなと今考えているところなんですよね。なのでちょっとね、島整備もこれからね、ちょこちょこやっていこうと思います。はい。てか島整備ね、全然やってないからね、去年の夏以降こっちの島の方は全然やってないからさ。ただサブ島を持ってるんだけど、サブ島の方も全然住んでないからな。ちょっとそろそろね、本腰を入れてやっていかないといけないですね。さあそういったところで、ちょっと木の苗を買っていきましょうか。この間レイジが来た時に低木の苗は買ったので、木の苗を追加で買っていきたい。で、針葉樹をちょっと増やしていきたいんだよな。針葉樹を増やしていきたい。まあ、広葉樹もね、すごくおしゃれなんだけど、
今はね、針葉樹がちょっとおじいかな。で、あとはね、低木を買ってた時にも同じようなこと言ってたかもしれませんが、木の苗さ、1個が5個っていう選択肢、ちょっときついよね。これ50個とか選ぶことができたら楽なんだけど、これわざわざ5個ずつね、どんどん買ってかないといけないから、これが結構大変ですよね、手間というか。あとさ、たまに押し間違えて、戻っちゃう時あるしさ、これ結構ね、共通の悩み抱いてる人結構多いんじゃないかなと思います。さあ、そういったところで針葉樹も買っていきましょうか。で、針葉樹なんだけど、島の上の方に配置しようかな。うん。上の方に配置しましょうか。まとめて買えるって豆粒たちが言ってくれてるんだけど、5個ずつしか買えないってどういうことみたいな、これ。いや、マジでこれ50個買いたいよね。さあ、とりあえずこんなもんでいっか。いや、もうちょっと買った方がいいかな。若干少ないか。もうちょい買っときましょうか。だけどまあ、たぬきデパートに関しては今年のアップデートで来そうな感じがしますけどね。まあ、ユーロアップデートではなくて、無料アップデートで来るみたいな。まあ、去年の場合はね、前の動画でも語ってたかもしれませんが、イベントの追加が中心だったので、2021年のアップデートでは、新機能であったりとか、あとは新施設であったりとか、施設の拡張とか、そこら辺が中心になるんじゃないかな。なんだかんだ言ってさ、去年のアップデートで施設の拡張って博物館ぐらいしかなかったでしょ。そうなんだよね。博物館の拡張があったわけなんですよ。まあ、途中から集まりをやり始めた人であればわからないかもしれませんが、常吉って最初いなかったんですよね。確か4月の後半のアップデートで常吉が来て、で、そこで美術品が追加されたはずですね。懐かしいな。発売して1ヶ月ぐらいで追加されましたからね。そう思うと結構早いよね。なかなか早い時期に追加されたから、もしかすると知らない人もいるんじゃないかなと思っています。いや、常吉懐かしいね。あの時はめちゃ感動したわ。マジで、このタイミングで常吉来るのかみたいな、そしてレイジが来るのかみたいな感じでしたね。今では当たり前のように島にやってくる常吉とかレイジなんですが、最初は存在しませんでしたからね。そう思うと懐かしいな。さあ、そういったところでお金を引き出していきましょうか。やべえな。ちょっと待って。お金がだんだんなくなってきた。やべえ。昔さ、7000万ベルぐらいあったのに、もう3000万ベルしかないのか。お金ってすぐなくなるからな。はい、ってことで、ここ後にしましょうか。そういえば、新しい住民がうちの島にやってきたんですよね。確か数日前に、〇〇が卒業するっていう動画と、あとは離島ガチャで〇〇を引いたっていう動画を投稿してると思うので、気になる方はそちらの動画をご確認していただければと思います。うわ！クリスティーヌ、どうした？クリスティーヌゴーダどうした？あ、シャシャ、三角巾にピンときて買っちゃったんだけど、どういうこと？三角巾にピンとくるってなかなか珍しくないか。実は、もう持ってたんだよね。このまま使わないのはもったいないし、よかったら買わない？金くれ。お金欲しいのね。いくらでごめんね。まあ、一応値段だけでも聞いてみろか。まあ、言ってもそんな高くないでしょ、三角巾だから。あ、728ベルなんだ。めっちゃ安くない？あ、わかったわかった。買ってやるよ。てか、まだね、クリスティーヌちゃんの写真もらってないんですよ、僕。なのでね、写真も欲しいので、好感度をここで上げていきたい。フランスはじゃあ持ってるんだけど、クリスティーヌちゃんまだ持ってないんだよね。やっぱり姉妹揃って写真欲しいよな。まあ、そろそろね、もらえてもおかしくないんじゃないかなと思っているんだけど、好感度もね、かなり上がってると思うので。はい、ということで何かプレゼントしていきましょうか。何をプレゼントしようか。どうしようかな。ちょ、リンゴあげようか、リンゴ。はい、リンゴあげようと。よいしょと。あげよう。リンゴだ、めっちゃいい香り。ありがたくもらっちゃうね。ただでもらうのなんか悪いし、このダウンベストあげるね。ダウンベストか。じゃ、写真欲しいな。写真が欲しいんだけど、なかなかゲットできませんね。はい、ということで、今日の動画この辺りで終わっていきましょうか。まだチャンネル登録を済んでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。